最近哲学不足やな思って雑草を集めてたら雑草集めた。で雑草って綺麗なやつと汚いやつがあるじゃないですか。ダメです。その綺麗という感情とそうでない感情、人の相手だったりさ、物相手だったり全部つながってくると思うんですけど、いやなんでそれは綺麗やと思うのかっていうのを僕は一人で考えてたら、イデアみたいなのがあるんじゃないかな。絶対一人で考えてないやん。どうやったんだよ調べてるやつをただ考えてたらイデアなんか思い浮かばないもんね。イデアって知ってる、自分で命令していく。そうっすかな、ご天才やわ。なんか今、説明よくわからなかった。これ自分で自分で考えたんですか。はい、嘘つくな、プラトンちゃん。来たな、スタートしました。さらにの記録 2.3 メートル。第一位だ、第一位や。第一位、ジャンベ。昨日ね、とある友人からそのLINE送られてきて、なんか早季節っていうの面白ないみたいな。面白いんちゃうみたいな言われたから。早季節。聞いたことありますかね、プラトンって。ポケモンちゃいますよ。早季節っていうのを唱えたのがプラトンなんですね。重力。トントン。アメリカの人は。じゃあ炊飯器。炊飯器の別名じゃあやけど、あれなんでじゃあ炊飯器とどこへかかってんの。水のじゃあ。うるせえよ。ヤンクミ。ヤンクミ。絶対弱い。絶対弱い。わっちゃうね。じゃあさ、なんで花は美しいと思う。綺麗な花ってさ、なんで綺麗やと思うと思う。なんで美しいと思う。形が綺麗だから。おお。じゃあなんで形が綺麗やったら、色のあるね。花が綺麗っていうのは色が綺麗、形が綺麗。あ、色々あるね。でもここに綺麗と綺麗かぶってるから、これ重複してるっていうか相当してるな。色が綺麗やったらなんで綺麗やっていうのは考えることありますか。おしゃれ。じいちゃんが言ってました。チームワギアル。教科書は俺や。見て死んでいきました。いつない自己中や。絶対自己中や。よっしゃ。池谷直樹。プラトン有名ですね。ソクラテス、プラトン、広瀬アリストテレスが。広瀬アリストテレスだったよ。え。広瀬すずのお姉ちゃん入ったよ。アリストテレスやっただろ。だからね、広瀬すずはひらがなで、広瀬アリスはカタカナです。うるせえ！お前や。で、綺麗を、花がなぜ綺麗なのか、その人の顔がなぜ綺麗なのかを、なぜなぜなぜと考えていくと、限界があると思うんですよね。花がなんで美しいのかって考えるときに、色が綺麗だから。で、まあ、じゃあなんで色が綺麗やったら綺麗と感じるか。どうなったと思いますか？どう思います？なぜ美しいのかって考えていたときに、過去の古代ギリシャの哲学者は一つの説を持ち出していたということなんですね。そういうことです。全員イデアを持ってる説みたいなね。まずイデア、イデアっていうのはこのテオリアによりますと、真の存在、感覚ではなくて理性によって捉えられる。プラトンは色が綺麗やからなんで綺麗と思うか、その一つの答えとしてイデアを思い出してるだけ。思い出している。そう、美しさ、美しいというイデア。小さい頃に感じる。そう、小さい頃というか、もう生まれる前に科学的ではない感じの気持ち。で、人間はもともとはその全員持ってる感覚といいますか、それをイデアできるやつあるか。思い起こすことを創設っていう。そうですね。じゃあ全部解決したか。ありがとうございました。解決したい。一番愛したい哲学で、分かったら、分かったら、嫌な教師、嫌な教師、分かったら、絶対分かってないこれ。来んだよもう。そんな教師を質問絶対するんだよ。いいんだっていいかけなんだダメだよ。それで一緒。一緒。覚えるしかない。セコイロンリア。覚えるじゃありません。説明失敗。確固たる真実があるところ。そう。そっか。でもそれは現実の世界ではもうな、証明できないからイデアに頼ったみたいな感じがする。でそのイデアを思い出すことを起きてる。はい、では今回の授業はここまでで、みんな分かったな。分からん。スッキリしたな。スッキリするか。すべて解明されました。まあ、この前に全部書いてあります。最大なのね。絶対書いてない。これ、そんじょすると思ってた。
脱走で置いて帰ったけど。あっ